ったよ。吹きのとなんかさ、えらいお天気になっちゃったからあったかいじゃないと思って、そういやそろそろ山なんかどうなってるかしらってちょっとね偵察しに行かなくっちゃ。もうただでね、ただで取れる山菜大好きなのよ私。あ、小さなお店屋さんのキッチンでございます。昨日早速ちょっとね偵察しに行っちゃいました。そしたら何、ちょっと出遅れた。もう吹きの塔ねガンガン出てた。もうね秘密のね、秘密のあの山に自生してる吹きが取れる場所がございまして、秘密の場所パー入ってた吹きの塔思わず取りまくっちゃって、今日も吹きの塔味噌を作っちゃおう。春にアクの強いものを食べるのは冬の間に溜まった体の毒を出すためにっていうのを聞いたことないです。これあながちね本当のことで、この苦味がね抗酸化作用があったり塩分や老廃物の排出を促すデトックス作用があったりするわけね。でも苦いってことは私たちほんのり甘い母乳から始まってるじゃない。苦いっていうのはね本能的に食べちゃダメ毒よっていうのを教えてるっていう意味合いもあるのね。だから苦い味が美味しいと感じるようになるためには経験を積まないとね、この味は美味しいと感じるようにならないのね。だから吹きの塔とか食べても苦いだけで全然美味しくないっていう人も多いはず。それはね食べて経験を積んで美味しいと感じる味のジャンルだから。経験を積まないと美味しく感じるようになれない味って他にもね、鮎の腹どぶとかサザエの内臓系とか美味しいと思えるものはねたくさんあった方が世の中楽しく生きれるから、経験を積んでね美味しいと感じれる体に改造していきましょう。ちなみにアクの強いものってね春先食べてデトックスっていう意味合いもあるんだけど、あんまりね大量に食べちゃダメ、アレルギーを起こす人がいるから、物にはねほどほどっていうところが大事ですよね。アレルギーの毒素が多い部分、全体的に持ってるんだけど特に多いとこが根と雄花。フキノトウにもねメスの花とオスの花があって、オスの花の方の花粉にはアレルギー物質が含まれてるんですって。一緒の地面に生えてることが多いから結局はね雄花の花粉が雌花の方に飛んでるから、アレルギー持ってる人はまあほどほどに、あんまり大量に食べちゃダメよ。でもしお腹が下るとか胃が痛くなるとか唇が腫れるとかそういうことがあったら、もしかしたらアレルギーがあるかもしれないと思ってもう食べないようにする。何でもそうですよね。さあそれじゃあね早速やってみますよ。この味噌を作るとき、アクを取るっていう人とそのまま使うっていう人がいます。ちなみにアクを取らずに作るやり方、アクイコール苦味と思ってください。苦味はね水に溶けます。だから水に溶けずに調理すれば苦味が出てくることを防ぐことができます。例えば天ぷら、吹きの塔をね取って天ぷらにすると苦味をあまり感じられない。これはね水に溶け出てないから苦味を感じられないんですね。だから吹きの塔も刻んでたくさんの油で炒めてしまう。まずそうすると苦味を出すことを防ぐことができます。でもねこの苦味、アクには若干アレルギーの原因になるっていうことも考えられるので、水に溶け出るっていう性質を利用して茹でて水でさらすっていうことをしましょう。よく洗います。茶色い部分はね取ります。切ります。千切りっていうのかな。でも切った端からね茎は茶色く変色してきます。だからすぐやること。熱湯を沸かしてすぐ茹でます。これね1分ぐらいですかね。お湯を切ります。水にさらします。これどのくらいさらすかで苦味がどの程度残るかっていうのが変わってきます。私はねこれね途中水を変えながら3時間つけました。お好みがあると思うので、どの程度苦味がね感じられる味が好きかっていうの、私はねこれね途中途中でつまんで食べてみてます。苦味のチェックしてます。そうか3時間かと思わずに、苦味が強くて食べれないと思ったらもっとさらせばいいですからね。一晩水につけてたって構わないです。途中水を変えながら水にさらしてください。さあ水を絞ります。お鍋に入れて、調味料は味噌とみりんとお砂糖です。味噌はねどんな味噌を使うかによってで塩味がね変わってきますね。私今日入れてる味噌はあまり塩味がねきつくない味噌なので、最初試しに大さじ2杯ほど入れました。
でもこれね、あんなにたくさん吹きがありましたからね。それに対して大さじ2杯ですから、スーパーで買ってきた吹きのとう5つに対して味噌大さじ2杯とか入れちゃダメですよ。まずは調味料同量から始まってます。味噌2杯、お砂糖2杯、みりん2杯。これで若干煮てみてから味を聞いてます。味噌の味が足りないなと思って、これ後からね、味噌をもう2杯足しました。それももう少し塩味の濃い味噌を2杯足してます。で、適当なね感じに煮詰めて、そしたら出来上がりです。味噌はね、冷めてくると固くなると思ってゆるさをね調節しましょう。さあ、これは10分煮詰めてます。さあ、これで出来上がりです。ふきのとう味噌、春にしか食べられない苦味を感じられる大人の味です。ふきのとう味噌、作ってみてくださいませ。それではまた、ごきげんよう。